道内のスルメイカ漁が解禁となり、今朝函館の漁港で初水揚げされました。ただ今年も不漁が見込まれています。イケスの中からは函館名物のスルメイカが次々とすくい上げられていきます。函館市の入船漁港には青森県沖で漁を終えた漁船13隻が戻り、今年初のスルメイカが水揚げされました。スルメイカはここ数年不漁が続いていて、道立総合研究機構によりますと、今年も分布密度が低く不漁が見込まれる上にサイズも小さいということです。たくさん取れなかったけど、少しはいたみたいだけど、大きさはなんか去年よりまだ一段と小さいような気がします。初競りにかけられたイケスイカの最高値は1キロ2100円で、緊急事態宣言などの影響を受けた去年と比べると450円高くなりました。